2012年ソマリア大統領選挙は、ソマリアにおいて2012年8月20日に、内戦状態の同国の暫定統治を終了した、ソマリア暫定連邦政府の後継政府の大統領を選出した選挙である。21年ぶりに、ソマリア国内で国家の指導者が選出された選挙であり、安定政権樹立に向けた重要な選挙と、注目されることとなった。 選挙は2012年9月10日に連邦議会議員によって投票が行われ、恩恵派で学者出身のハッサンシェイクモハムドが選出された。ソマリアは1991年にモハメドシアド・バーレ大統領が追放されて、以来、内戦が20年以上にわたって続き、正当な安定政権が存在しなかった。2000年にソマリア暫定国民政府、2004年には、 ソマリア暫定連邦政府が発足し、対外的にソマリアを代表する政府として国際的に認識されてきたが、その支配地域はソマリア中南部の一部にとどまった。TFG は2012年8月20日の暫定統治終了というロードマップに従い、国際社会の後押しを受けながら憲法や議会の整備を実施。2012年8月1日に、 ソマリア全国憲法制定会議が暫定憲法を圧倒的多数の賛成で採択し、これに基づき連邦議会議員が選出された。招集された議会では議長などが選出され、9月10日に大統領選挙が実施されることとなった。大統領選挙には暫定政府のシェイク・シャリフ・シェイク・アフマド元大統領、アブディウェイ・モハメド・アリ首相、 学者出身の活動家で平和開発党党首のハッサン・シェイク・モハムドなど25人が立候補。アフマド元大統領は汚職疑惑が指摘されていたが有力候補と目されていた。投票は連邦議会議員により行われた。第一回目の投票ではアフマド元大統領が64票の1位、モハムドが60票で2位となったが当選に必要な3分の2を得た候補がなく、 この二人による決選投票が行われた。結果は、モハムドが190票、アフマドが79票を獲得し、モハムドが大統領に当選した。選挙後、敗れたアフマドは、結果を受け入れ、モハムド新政権に協力すると発表した。大統領選挙では、買収が起こし、これに嫌気がさした議員の票を、モハムドが集めたのも、勝因の一つとされる。 大統領の任期は4年間である。モハムドは就任式での演説でソマリアは間もなく新しい歴史の時代に入ると宣言。また支持者には全国民を祝福する。国民は新しい進路に向かっていると呼びかけた。ありがとうございます。